はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。先日ですね、えいしんくんがですね、無事、通っていた幼稚園を卒園いたしましたね。おめでとうございます。やったー。おめでとう、えいしんくん。ありがとう。よかったね。おめでとう、本当にね。うん、2年間通ったね、うん。うん。いい幼稚園でした。うん、楽しかった、うん。パパも何回か貸してもらったけど。うん。うん、なので、えいしんくんはついにですね、幼少期を超えたと。いうことで、なんかね、パパも寂しいよ。うん、れいちゃんがもう幼稚園児じゃないってことが、なんかちょっと寂しい感じするけど。うんうん、これからわあちゃんはな、小学校、これからえいじんくんは小学校に行って、学童期になろう。学童期になろう。これから勉強だぜ、えいじんくん。ということで、今回はこちらを購入しました。小学1年生ですね。うん、はい。こちらですね、先日コメントでも、教えていただいたんですけれども、小学1年生になんとですね、妖怪ウォッチの、目覚まし時計がついてくるということで購入しましたね。うん、すごいよね、うん、目覚まし時計ついてくるんだぜ。うん、しかもやっぱね、小学校1年生になったらもう時間必ず守って自分で起きてね、うん、ちゃんと出かけていかないといけないから、うん、素晴らしいですこれね。はい、ちょっとね、本の中身は見せられないですけども、おまけだけ開けていきましょうか。せーの、あ、反対いらない。反対か、入ってこうか。あれ、あれ入ってないじゃん、これどういうこと。入ってない。で、ここにあります。あ、そこあ、ごめんなさいね、うん、もうとんだスンスン劇だったね。うん、はい、あ、これしかも何これ、今ドラえもんのトートバッグ。あー、そうですか、そういうのも入ってんだ。うん、これじゃあ見させてもらっていい。これ初めて見るよ、パパ。本当に初めて見るんだけど、これがドラえもんのトートバッグ。うん、ちょっと後でね、ドラえもんの映画見に行こうかなと思ってたよね。うん、それで広げてる。おー、いいね。あ、ドラえもんの顔になってる。お、これいいじゃん。うん、いいね。うん、他には、お、新幹線の下敷きだ。うん、あ、これ使える。え、今これも使ってきな。うん、あとは、あ、これ何、自由帳、何これ、毎日ドリル。あー、お勉強だ。毎日ドリルと、と、そう、これ大人用。あ、大人用ね。はいはい、こういう冊子が入ってましたね。はい、目覚まし時計がこちらですね。うん、こちらが妖怪ウォッチの目覚まし時計だね。うん、上がデジタルの文字盤で、下が、アナログっぽいデジタル時計なんだ。うん、これジーバニアンいるね。うん、あ、これ自体メダルっぽくなってるんだ。うん、うん、ほら、ちゃんと入れ角度とブリッジ族のマークがちゃんと書いてある。あ、そうだね。で、これ裏側にすると一応ボタンがついてますね。うん、これでセットとかアラームとかするんだ。そうだね。で、上にもボタンがついてて、ここを押すと音が鳴るんだよね。うん、はい、2時54分だにゃん。あー、ちゃんと言ってくれるんだね。うん、もう一回押すよ。うん、2時54分だにゃん。はい、これ何回か押していくとちょっと違うこと言ったりするんだよね。うん、なんか言うかにゃん。あー、うん、何回か押してるとここで違う音声が出てくるんだね。うん、なるほど。うん、じゃあちょっとアラームを今セットしてみようか。うん、はい、今ですね、アラームを午後3時にセットしてみました。午後、午後、うん、あと4分後、あと4分後にこれ鳴るはずですね。うん、じゃちょっと待ってみようか。うん、朝だにゃー、起きるにゃー、こういう風になるね。うん、朝だにゃー、起きるにゃー。で、上のボタンを押すと止まる。止まるのか。あ、今日も元気でねとか言ってくんないのか。うん、あ、いいね。3時になったから、これ押すと、うん、そうだね、ちゃんと。はい、他にもさっきさ、遊んでる時にね、何回か押してたら百列肉球って言ってたよね。うん、うん、あー、いったいった。そう、こんな感じだね。あ、結構ニャが多いね。うん、こんな感じですね。すごい。はい、収録されてる音声はこんなもんかな。うん、はい、そんな感じで、えいしんくんはこれからですね、うん、小学1年生、うん、4月から迎えるわけですけども、うん、この目覚まし時計でしっかり起きてくださいね。うん、大丈夫ですか。うん、分かってる、分かってる。はい、ということで今回は小学1年生の付録についてきた妖怪ウォッチの目覚まし時計でした。